こんばんは。こんばんは。お休みメール送り忘れた。ごめんなさい。インスタを投稿するぞって意気込んでたら、つい、すいません。こんばんは、まずです。歯が痛すぎる。後半もう金の歯がいかがなくなったうんじゃ、まずこのサイズのコーラ最高。 SKE の合間に遊びに行きました。ありがとうございます。やったね、ゆずきちゃん。ポストしてる。マジ喉痛。いいだか。ほんとだ。え、チュー。これはチュー。お弁当もらってきてない。今半の弁当があって珍しく、うわっと思ってさ、肉と思ったの。んだらさ、なんか別にそんな遅く取ってないのに肉全部なくて、天丼だけ20個ぐらいあって肉多分20個ぐらいあったの全部なくなってたんですよ。 STU 肉好きが多いびっくりした。で、天丼も美味しかったですよ。でもめちゃめちゃ天丼大好きなので、初めて会話できて嬉しかったです。私もありがとう。そうでもね、それね、で肉なかったみたいな、肉汁食べたかったのにもうなかった、天丼も美味しいけどみたいな感じで楽屋に帰ったら、なんか結構周りの子たちももう肉なかったよねみたいな感じだったから、多分弁当が来た瞬間に肉と天丼があるぞっていう情報がどっかのテーブルで回って全部取られるスティーフォーテートのそういう容赦ないとこ好きです。私は取れなかったですいや天丼大好きなんで全然嬉しかったです。それかそう、仁義なき戦い。やっぱ肉を手にするのは最初に弁当に気づいたやつっていうそれかー、誰が情報屋？いや、わかんない全然わかんないです。今半だったら何でも美味しいね。いやー、ポップで服着ましたの。そうです、初めてのツーショットとお話ありがとう。ありがとう、楽しかった。みくちさん、たくさんコウモリありがとう。皆さん、コウモリお墓ありがとうございます。天丼はね、具材はね、何が好きかな、キノコ系が好きです。あとピーマンとかシシトウとか。久々のツーショットよかったね。よかったね、めっちゃ楽しかったよ。本当アイドルやりがいがあるわ、楽しかったって言ってもらえたら。今日一嬉しい言葉がの MVP が福ちゃんでした。いろいろ喋ってからどれだっただろう、またこっそり教えてください。
舞茸はなかったけど、エビも美味しいよね。あまりにも可愛すぎたら何の話したんでしょうって嬉しい。座ってお話はレアだった。え、確かにベンチに座ってお話、確かに今日ツイッターさっき載せたんやけど、あのお話し会のツーショット会がベンチスタイルで、そうめっちゃ良かったくない、あれベンチ、なんかさバス停を待ってるデートみたいな感じ。私の中であの今日のテーマバス停を待ってるデートなんですけど、バス停でバス停にあるベンチあるじゃないですか、あそこで学校の行くときに、え、行くときは待たないか、朝はビュンビュン来る、え、どうなんだろう、あのベンチのシチュエーションを考えたいな。バス停でとりあえずあのベンチで二人で待ってる、で喋ってるみたいな、学校帰りで2人でベンチはあんまないか。学校の前のバス停っていっぱい人いるもんね。だってなんだろう、シチュエーション、公園デート、公園であのベンチあるか。公園のベンチはなんか木製な気がする。あ、でも場所によるか、公園のベンチか。じゃあでも確かに寂れた感じの公園だったら木製じゃなくてあのベンチか。雨シチュエーション、まあそれぞれのあのベンチドキドキがあると思うんですけど、まあ遊園地でもいいですよ。塾の帰り具体的やな。経験談か、経験談をしれっとこういう時に自慢してくる人いるんで気をつけてください。それはそれで私はニヤニヤしながら聞くんですが、よいしょ、ベンチで、あ、ラーメン屋の前にあるな、あのベンチ。確かに座り方でもアイドル力が出る。本当？何も考えてなかった。赤い服が目立つってありがとうございます。ありがとうなのか、まあ、明かりの日なんでね、赤着ていきましょう。やばい、痛い、ベロと歯が、歯が痛い。おお、めっちゃツイッター開いた。歯は歯、ワイヤーの位置が悪いわ。矯正のワイヤーの、聞いてください、サスケで青いベンチ、この声が軽くないね、君、いたたたた、会いたくて仕方なかった、どこにいても何をしてても、あ、季節が、私デュエット曲をさ、君と僕の関係と青いベンチしか知らないから歌いがち、カラオケで。しかも意外とうちらの世代青いベンチ知ってるから、メンバーとか友達ともなんか成り立つ。あー、ミラボごめんね、いてててて、上を置いたん置いたん、あやがほ、
クロスまた見れるかな。えうはもうでも最後のクロスだったからさ、ゆずきちゃんの。いやでも卒業公演でもやるのかな、わかんないけど、それを私の中でも最後のクロスにしておきたいけど、でもせっかく覚えたから忘れんうちに踊りたいって気持ちもある。あら、合同ライブでやりたい、里香穂と誰かと。よし、ゆずきちゃんのやつリツイートしよう。ゆみこあんこにいいねされた。ゆみあんこ、でも私今日ゆずきちゃんに会うの人生で最後だった可能性全然あるな。さ、卒業しても会おうとか言ってさ、まあなかなか会いたくてもさ、名古屋と広島だったら会えないですよ。ファンフェスト来てくれてありがとう。一人なんか、一人じゃないけどプライバシーを守ってます。大人なんでうちら、もうスティーブル切っての大人なので、キャプテンシーがあるので朝と一緒です。わめかない、みんなも誰がいるとかいないとかで大人なんだから。いや絶対ゆずきちゃんと会うの今日で最後だったような気がするよ。いや会いに行けば行けるけどさ、まあ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 なかなかね、難しいよね。なんか会おうと思えばいつでも会えるって思えば思うほど会わない感じ。卒業メンバーもさ、なんか私結構卒業するメンバーに対してまあ死ぬわけじゃないしっていうタイプなんですけど、実際会うかって言われたらさ、会わないよねって考えたら、本当に今日はゆずきちゃんと会うの最後かもなって思ってしまった。LINE 知ってるけどね、いや LINE は知ってるけど、でも一回会いたいな普通に。クラスかっこよかったよ、ありがとうございます。今日は合間時間にゆずきちゃんに会いに行って、ココアすごい、いやココアのコミュ力やばいよね。だってもう宮丸ともう親友みたいな、すごい。私本当にひなことかココアとかのコミュ力マジで尊敬する。あれはね、才能だしね、なんだろうな、そのやろうと思ってできるもんじゃないから、本当にすごい天性のアイドル性じゃないけど、職業って意味のアイドルじゃなくて、なんかもうアイドル性みたいなのがあるよね。尊敬する本当に。私の知ってるコミュ力お化けはやっぱひなこで
まあ、今いる子だったらココア、ココアとかオキちゃんとかかな、憧れてます。人と喋れるのすごいなって。クロスの衣装感動しました、ありがとうございます。そう、今日ゆずきちゃんに会いに行ったんですよ、合間時間に。なんかね、やっぱいろいろさ違うから、もう大握手会じゃなくてさ別のイベントだから、なかなか行くのって難しいんですけど、実はちょっとね、ココアもみよまるに会いに行きたいって言ってたから、ちょっとそれも二人の力でみたいないですけど、私もゆずきちゃんに会いたいってことで10分だけのやつって言ったんですよ全然10分で終わんなかったけどね、ありがたかったです。あっちの SKE さんのスタッフさんも受け入れてくださって、またぜひ劇場とか来てくださいねって言われて、あ、昨日行きましたって言ってきました。そしたら、ああそうだったって言われました。そう、私ゆずきちゃんもいたし、あとね、私菅原まやさんとなんかすごい仲良くなって、え、意外でしょ。私もなんか昨日行く前はね、菅原まやさんが一番関係性っていうか、その会ったことなくたし、前情報がマジでなかったから、なんかどうしよう緊張するって思ってたんですけど、結局最終的になんか一番仲深まったの菅原さんな気がするんですよ、自分的にね。SKE の劇場で福ちゃんがパフォーマンスしたの感慨深かったね。感慨、私もちょっと夢見心地です。まやさん優しいよね、優しい。で昨日もなんかメッセージでまた会いましょうねって送ってくれて、そう でまた会いしましょうねって言われたら、じゃあもう会いに行くしかないやん、またって今日のことだよねと思ってゆずきさん行った時にまやさん見つけて、また会いに来ましたって言ったら早っって言われました。その場合のまた会いましょうねは、あの社交辞令じゃなくて本当に会おうとしてると勝手に解釈、いいように解釈しましたんで、嬉しかったです。有言実行。インスタ投稿したの偉かったな。そう、あとハタゴンさんにも会えて、ハタゴンさんって香川県で谷真理香さんと一緒にあのラジオをされているんですよ、レギュラーで。だからそれに呼んでほしくて、私もゲストで呼んでタヌキタヌキじゃないですか、呼んでくださいって話をしたり、みよまるとも喋ったし、ありがたかったですね。ちゃん昨日もありがとう、なんとかクロスで涙出たんですか。けどでもそんな風に思っていただけるっていう、すごいありがたいなって思います。
焼きそば買ってきたんで食べます。前から痛みてる。馴染んでた？嬉しい。いや本当メンバーの皆様がすごい優しくって、焼きそばじゃなかったの、お好み焼きだ。焼きそばだと思ってかった。まあいっか。お好み焼きだ。え？まあいっか。そう、どっちもソース、どっちもソース。めちゃめちゃお好み焼きだわ。笑うわ。笑っちゃうぐらい、笑っちゃうぐらい見てください。お好み焼き見事に、見事に間違えた。まあいい、お好み焼きも好きだから。私広島にいるとさ、この関西お好み焼きあんま食べれないと、あーやばいやばい、服につく、服につく。ちょっと上着脱ぐ。昨日はうちの子だと思って見てます。え、もうありがたいですよ。 STU ファンも、あ、もうどうぞどうぞ、もういくらでもこき使ってくださいって感じで。いただきまーす。すやーん、いきまーす。紅生姜大好き。 X にいっぱいあった。ほんと、いやなんか今日さ、昨日お見送り出れなかったからなんか反応が分かんなくて、だからめっちゃ不安だったの。なんか SKE のファンの方どんな感じだったかなみたいな。本番はさ、もう緊張してたからあんま記憶ないし、だから今日、まあ、ちょこちょこね SKE のファンの方も来てくださって、当日券ですごいなんか安心できる言葉というか優しいことを言ってくださって安心しました。いただきます。不安ばっかので、うまいうまい。うん、まっちゃん見ろ、骸骨トレッカトレイト。まっちゃんお菓子くれなきゃ、いたずらするぞ。ありがとう。トリック外れを引きました。え、骸骨は外れなの？当たったらどうなんの？こちゃんの製造があった、ありがとう。兼任、絶対無理、絶対無理、絶対ついていけない。私当たるとお菓子もらえるの、ファンの人が。一回そういうのあったな。当たりある、ある。え、当た、誰か当たってや。缶詰、トリックはトリート、骸骨お菓子くらいなんかいたずらするぞ。え、トリック外れ、ハンズさん外れ。え、ちょっとちょっと、どうなったら当たりなの。今日のお昼にも何回か投げてもらったけどさ、当たりあったのかな。あれ置いたん、雲外れ。え、おいたん、歌手がなんかいたずらするぜ。もう一個投げてみる。え、マッチャー2号再び来い。え、どうなったら当たりなのこれ。外れだ。え、骸骨か雲かは関係ないの。マッチャー2号ありがとう。
見たことないよね。私も雲かさ、あれしか天然しなくてもしれっと立ってていいの。マジ当たらんぞね。青よし来い。骸骨青よし外れ。お菓子くれなきゃいたずらするぞってか、お菓子できない。お菓子の絵が出たら当たり。そうなん、見たことない。来い逃げちゃん。え雲、また会いに行くね。待ってます。みけちゃん雲猫が食べるよ。いまだにアイスケンが来ない。アイスケンってどうやってもらったの。甘木譜200円分だって。そうなの、なんかその宝くじみたいでいいね。前回、あ前回がそれってことか。ちょっと見たい見たいけど、そんなみんなに無理してほしいわけじゃないから、まあまあ期間中に見れてないけど来い。もらってない、ユース外れ。ユーストリック。天城府って多分番号で来るよね、お知らせとかのメッセージに届くんじゃなくて物が。待って待って、こんな外れるの。もうちょい当たったよね前。おいたん、おいたん骸骨好きやな。あやぽハブチョコジルクレンパイチュー。あら、岡山先生も外れ。めん、どういうこと。受信ボックスに8月10日頃来てました。他のとこでも当たったの見たことない。ここで当てたいけど。どういうこと。ヒーローは現れないのか、どこにも。ラッキーランタン、ユーザーメダルとお菓子が買えちゃう、ギフトカードがもらえる。メダルももらえるんだ。で、またお好み焼き2枚目入ってたんだけど、おこれ、まあでも食べれるか。おやつありがとう。おみくじ、気になる。で、私知ってんだ。私がさ、ちょっとゴミ捨ててくるわとか言ってさ、一緒に席を外してる間にタイミングちょっとずれて投げてくれた人が当たるんですよ、私が見てない時に。その未来見えてるからね。大体人生ってそういうもんじゃないですか。コウモリありがとう。疲れんこ。コウモリコウモリありがとう。甘いふありました。あ、よかったよかった、情報がなかったんだね。
前のアイスのやつで当たった人は8月10日頃の DM ショールームの受信ボックス見て確認してみてください。お好み焼きペロッといっちゃったよ。ちょっと口ゆすいでくるわ。おみくじ投げないでね。うん、すっきり。ミラボ、あ、ありがとうございます。ミラボ置いたみくちゃん。誰か投げたおみくじ。あ、投げてたら当たったかもしれないけど。ミラボレベル高い、確かに。見たい。あ、ゆうた、あー、骸骨、マイキートリック外れ、トリックまた、ね、ごめん、私の力じゃフラグを立てられなかった。ゆうた、マイキー、私がおかしかった、ゆうた、置いたん。あー、雲外れ、本当にある、あたり、こりゃ大変なやつだね。アンパンマンチョコ開けたい、やせ焼き、雲、なんかさ、はってなるの悪いね、ほんとはってなるわ。おかしくなんかいたずらするぞ。そうなんよ、誰かしら当たらんとほんまにって。当たりの時に明かりっていう準備までしとんだけど。クジラちゃん外れ。クモさんありがとうございます。クモさんありがとうございます。フェノム来い。なんかね、次いけるって思うけどね。フェノもありがとう、代わりにお菓子買ってあげる。アニメーション見えないの、あ、マジで。今日は明かりの日、そうなんです、明かりの日です。エジソンが電球作った日だそうですよ。いや、当選確率低い、せっかく投げてくれたら、まあ、そういうものか、そういうものなんだろうけど。明かりの日っていうツイートをしたい、していい？みんなうおーってなってくれる？それ以上にティアラまで用意してくれてありがとう。いや、もうこちらこそ、今日はね、このカチューシャをね、
エミリンとミナミと色違いコードだったんですけど、カチューシャを見つかってたんですよ。でこれにするからって髪飾り3種類、大中小で、私これ小なんですけど、大中小のパールの大きさのカチューシャ買ったからこれねって言って OK って言ってたけど、サプライズで今日ユミリンにキラキラカチューシャを2人で買って、まあカジュアルなやつですけどね、出してつけてもらいました。なかなかねシンデレラでしたよ。昨日投げたのどうだったか覚えてない、外れてた。ミンさんたくさんコウモリありがとう、めっちゃ可愛かった。なんかさ、すごい今日写真撮って思ったんだけどさ、なんか私結構顔ちっちゃいって言われるのね、みんなに。そうで、いつもあーもうそんな顔ちっちゃいとんでもないですみたいな、全然あーありがとうございますみたいな感じで言ってて、もう自分では顔ちっちゃいかでかいかわかんないけど、まあでかくはないと思ってるんですよ。ですごいいつもそうやって褒めてもらえるのに、ニャーポップで写真撮るとミナミもユミコも顔ちっちゃすぎて、なんか私がちっちゃいってならないんですよね。だからなんかすごい自信を失うってことに今日気づいた。コウモリさんありがとう。実際見るとモデルさんみたい、本当嬉しい。ちんちゃんありがとうございます、ありがとう。いや本当に、あとノアピね、ノアピが、ノアピは本当に顔ちっちゃい、マイハとノアピ、マイハとナーピのモデル体型プレイヤーすごいわ。コウモリがね、うーん、福ちゃんレーンからノアピが何度も見れました。え、めっちゃ顔ちっちゃかったでしょだからヤッホーヤッホー、前にいた知らない人が隣の横誰ですかって聞いてきた。それ福田推しのレーンってことよね。福田レーンであの子誰ですかが発生したってこと。それチクって大丈夫でしたか福のお顔こう巻いただけ。ミミンさんありがとう。お疲れ様です、お疲れ。今日は押し増し代わりっていう新たな試みが面白かったですね。あんまり毎回やるとさ、もう押し増しあるから買わなくていいやっていうの
多少なりとも間違えましたいいよいいよ、多少なりともね発生しちゃうから良くないのかなっていう面もあるけど、基本はさねえ、やっぱ購入からイベントまで日が長い分さ、やっぱあの子もあの時のこと言いたかったなみたいなあるからいいと思うし、推しにもなんか喋ったらもっと喋りたくなる時あるじゃないですか。そういう時にあ、これ言い忘れたって時とかさ、いいですよね。そうって思いました。5時間目の福ちゃん、4時間目の福ちゃんが押しました。あ、福田同士でありがとうございます。内容忘れる、話したいのにみんな忘れてるみんな私の前に来て、あ、何言うんだっけ、まあいいや、福ちゃん今日も楽しかった、ありがとうって言って帰っていく。これはもう誰もが通る道なのでいいんです。あの、会いに来て顔を見て笑い合えたら。 SK 劇場から SK の現場を買いました。お、嬉しい、ありがとう。いっぱい話そうと思うと忘れる。でもさ、これだけは伝えようみたいな決めとくといいのかもしれない。でも別にこっちはね、事故ったとかいちいち思わない。なんかさ、楽しませてあげられなかったなっていう後悔とかはよくあるけど、基本的になんか、ああ、あの人事故ったなとか思うことはないから、こっちがもしそう思ってたとしたら、それはこっちの責任なの。こっちがプロとして絶対楽しませて返さなきゃいけないのに、それができてないのは私たちの責任だから。あの、みんなはね、何もね、事故ったことない。ファンの人って事故ったことないんですよ。事故ってるのはメンバー側なんでっていう考え、私はね。メグロのポーズ、ピエロありがとう。ピエロ、あ、昔から同人それ発売記録更新中アレンカン、もう今日はすごい楽しくて、久しぶりの方とかね、初めての方とか、初めての方も嬉しいけど、
しさ、でもやっぱ久しぶりの方とかさ、なんかあまだ私のこと覚えてくれたんだって思う。名言出たから今こそ思った。名言関係なかったですね。当たり見たいですか？当たり見たいよ、見たいけどな、無理はしてほしくない。疲れっこん。今ね選んでる写真、おせいちゃん外れねえねえ、いやちょっとねせいちゃん外れってなって、私は疑ってきた。本当に当たりがあるんだろうか。ないよね、だってこんなに。泣いてる。出店のくじやかと思う。じゃあうちらが YouTuber ばりに検証しに行きます。平吉外れ外れ、ありがとう投げてくれて。ピエン、福ちゃんの笑顔が見れたから当たり。うわ、いいこと言う。来い、ゆうや。たか、来い。二人とも連続で出ないね。ピエン。投げてくれてありがとう。昨日の酒屋は楽しい空間でしたね。え、幸せマンでした。喋った？喋ってない。すごかったよポーズ。何の？待っとるやん。え、ヨガのポーズだった。ずっとミチの音域が聞こえてて嬉しかったって。違うよ、可愛いやつよ。スースーってガーとか言ってない、絶対絶対ガー言ったら起こしてる感じ。すーすー、来た来た来た、みちが起きた。じゃあかわいかったよ、だって
ありがとう。めっちゃ首痛い。いやすごかったもん。やっぱダンスが上手い人は寝るときもねポージングが綺麗なんですよ。おはよう、おはよう。あ、いっちーちゃん来い。はじめピエーン、あかりって言いたい。なかなか。いっちーちゃんありがとう。最善だとすごいね、ラッキー。もうクヨクじゃなくてない。ピエーン、生きて、私がいるよ。出ないね、出ないね。あれみたい、なんか滑らない話のさ、滑らんのみたい。ひろふみ来い。ごめんね、当たったみたいな顔して今恥ずかしい。くもさんが出ました。残念。こんな確率。違う、ワンワンワン。ごめんなさい。ごめんなさい、本当に。そろそろ検証しなきゃいけない。雲かがいこつしかでん。なっちゃん2号応援、はい、こっちありがとう、投げてくれて。私にとっては大当たりだよ。投げた時刻をランスーンの種にして当たり外れを決めるのがどういうことだ。数学は苦手だわ。出えへんかった。いや、雲も出てましたよ。そういう問題じゃないよね。サクッと通せる。それは可能性。クロス見れてハッピーすぎだと。ねえ、緊張した、マジで。記憶ない、本当に記憶ないの。怖すぎて。でも、ゆずきちゃんの背中が輝いてたっていうか、その、神々しかったのだけは覚えてる。みんな世の中いろいろあるけど、みんなもあかりちゃんに出会えたことで大当たりだから、人生だからあんまり気にしない、気にしないで。
外れたいと思う。明かりに出会えて大明かりだが、しかしちょっと悔しい。綺麗になりました、ありがとう。SKE のファンの人にめっちゃ言われた、それ今日。福ちゃん、いつの間に可愛くなったのみたいな。いや、前にも、前はどう思ったんかい、まあ、前も可愛かったけど、ちゃんって言ったけど。そうですよ。その上で本当に当たり入ってるのかはちょっと検証したいですけどね。4年ぶりのツーショット、エモい。でも4年経つと人は変わるよね。なんか自分ならさ、ビビたる変化だからさ、わかんないけどさ、なんかちょっとさ変わったりって、なんかね、メイクとかさ、髪型とか、男の人でもさ、髪型とかさ、まあ、太った痩せたとかさ、ね、変わるよね。大人になった、それはある。福ちゃんと葵ちゃんの顔つき変わった。確かに葵ちゃんバブよね、昔の葵ちゃん。マジで萌え、面影あるけどね。そう、毎日見てると自分ではねなかなか分かんないんですよ。だけどやっぱさ、見る人が見たらさ、うわすごい変わったねってなるんですよね。綺麗な福ちゃんしか知らない。もう明かりポイントあげます。明かりポイント、明かりポイント贈呈。今ツイート作ってる。歯並びが変わった。歯並びは本当にあのマジで矯正してよかったっていう。歯並びは大事だよね。歯並び直すの結構なんか自分のお金でやったし高かったけど、やってよかった本当に。なんか私基本的にお金ないんですよ。なんでかなって考えたら、 ICL やったり矯正やったりで、なんか普段の無駄遣いってそんなしないタイプなんですけど、やっぱ1回に使うお金がなんていうのかな、1回に使うお金がさ何十万みたいな、だからお金たまんないんだって気づいた。なんかリコチにそれ言われたこの前。なんか ICL したいらしくって、 ICL の病院に聞かれたんだけど、なんかリコチようお金持ってるねって言ったら、でもあかりんさん見て、そうあかりんさん見て使い方大事だと思ったって言われて、確かに私自分への投資がうまいかもしれないと思いました。そうでも歯の矯正は本当に高かったからし、まだ終わってないし痛いし、ICL もやってよかった。こういう遠征でさ、コンタクトを忘れたっていうストレスがないのは結構でかいかな。そう。だ、待って。で、明かりの日のツイートをしたいんだよね。明かりの日。お菓子ありがとう。うちも配信します。はーい。え、もう11時半か。うん、
かりちゃんに出会えた日こんばんは。かっこ、ツイートします。ツイートしました。ご覧ください。さっきみんなに持ち上げられた名言をもう早くも使いました。ストーリーのいいフィルターがあったら載せる。明日から仕事頑張ろう。あ、近いし外れ。大丈夫、近いし、あの大分かりだから。今日はあかりちゃんの後でしょ、それだけで大分かりだから。ほんとこうやって慰めていこう。気にしない、投げてくれてありがとう。今日話し会楽しかったな。なんかフル部数なのありがたいし、フル部数を全然完売できてない自分の無力さはすごい感じるんですけど、やっぱりフル部あることでさ、一日の中でさずっといるから、みんなが来やすい時間を選べるから、なんか最後の分だったら来れるから来たよとかさ、逆に朝一だけ来れるから来たよみたいな人が来ていただけるから、そこはすごいラッキーだなーって思いました。そう、でも、まあ、おしましがね使えないぐらいね埋まると嬉しいですけど、とりあえず今日やってみて、初日をめちゃめちゃ楽しいお話し会ライフって思ったので、楽しんでいきたい。おしましが部の開始後にできるなと思うけど、確かにおしまし今まで出てから30分間とかしかできなかった。30分後とかじゃないとダメだもんね。再販で追加します、お願いします。まあ、また次ね、その現地で追加で買えるやつがあるか分かんないし、今日は予約会発売日前だったからっていうのはあったかもしれない。
ちゃん尻尾食べた？食べたな。なんで？うん、尻尾は残すタイプなんやってコメントが来たから。傷ついた？うん、これ食べるもんなんかなと思って。刺さらんのどにね、硬、うん、そうな尻尾。リンゴ。今日はありがとうございました。あのエビの尻尾は残すっていう意見で固められてます今。もうみちを守ろうと。もうエビの尻尾を食べるやつはもう邪道だぐらいまで来てます今意見が。私は全然コメント出ないけどすごい盛り上がってます。いやまあ安心してください。だからやった、美味しいね。えマジでその弁当最高じゃない？うん、やばいよね。私が見た時はまだね、うん、2種類あったよ。牛？うん、でも天も選んだあえての。うん、え、なんであの牛の減り早かったの？もうがんない。でもびっくりした。同じぐらいあったよ最初は。そうなん。でもね、3時間目ぐらいにはもう来とったんや。え、そうなの？夜ご飯なのに。じゃあさ、結構早かった気がする。ちょっと待ったかも。でもね、今日ね、昼の弁当もね、スタッフさんがね、足りなくなっちゃったって言ってね、スタイリストさんに謝りよったんよ。だけんで誰か食べ過ぎてる。そんな、やばいマジで。だってうちらもさ、ヤバトンなかったじゃん、うん、名古屋の時、うん、だから2個食べてるやつがいる。マジ可能性がある。わかんないけど、まあでも両方しそうだったけど。いやわかる、今半だったら両方食べたくなるよね。うん、私のベストプランは肉取って帰り余ってた点を取って帰る。うん、いいね。が良かったけど。美味しい。いやもうあのね、アイドルの楽屋で弁当がなくなるのはいいことですよ。だってみんながさ、痩せなきゃ痩せなきゃって言ってさ、食べてなかったら私嫌だもん。楽しくないもんね。みんながもりもり食べて元気に歌って踊ってお話ししてる方がいいでしょ。素晴らしいですよ。うわ、ナス入った。弁当監視員がいる。確かに弁当取ったらチェックマークとかして、なんか名前すごいからレベルやね。いつもお弁当用意してたけどありがたいです。エビフライの衣が歯につけさ、歯に？マジ健康第一だよ。でもお話し会も今日思ったけど、ファンの皆様、私だったらね、例えば今日朝10時から夜の8時とかまであったんですよ。8時とか8時半とかまであったんですけど、まあ途中空いてる方はあれど、ファンの皆さん体力
やばいですよね。絶対お疲れ。だって後半の分はね、レアに並びながらみんな屈伸とか伸びとかしてたもん、結構。やっぱ私は1時間目が社名会だから、でね、最後の8時間目とか本当にもうみんな帰っちゃうからいないのよ。私がもうそれが嫌だ。なんでみんな帰るの？最後の分、私本当にポツンなんだけどって。いてとか言うから、いてくれて。一日中、あの長いレーンをさ、行ったり来たり行ったり来たりしてくれてさ、本当に感謝しかないです。体力結構使うと思うで。なんかさ、うん、ツーショット会、うん、嬉しかったくない？ベンチで。あ、座ってくれるから？そう。お互い休憩、確かに。してる場を見れて嬉しかった。しかも座って喋るのレアじゃない？うん、なんか、うん、楽しかった。まあ良かったですか。そうそう。ずっとなんかな、ずっとベンチなんかのこのシングル。めっちゃ興奮あったけん。うんうん。そうやろ。そうなの。しかも今日だけベンチでさ、ずるいってなるくない変えたら。確かに。ベンチと信じて。たまたまベンチあったんかな。持ってきたんかな。え、持ってきたって言ってたよ。あ、そうなん。そう、ベンチどうだったって言われて、ベンチ最高です、楽しいですって言った。だから多分わざわざベンチ用意してくれたと思うよ。じゃあ福岡とかも。だからベンチを全国にどうやって運ぶ。いいね。そう。まあでも確かに私今日頑張ってずっと厚底ヒール履いてたから足の裏がパンパンで。実はさっきからちょっと足のストレッチしながら配信してました。すいません、皆さんもしっかり今日はお風呂に入って体を休めて。あ、でも明日休みでよかったね。でも休みじゃない人もいるけどさ、あの日曜日でこれきついよね。結構土曜日だからまだちょっといけたっていうか。どう、みんなは疲れ様です。ね、土曜日なのいいよね。福ちゃんも疲れました。疲れてない、意外と元気だったな今日は。そんな眠くなることもなく、ちょっと寝たけど休憩時間、別に全然大丈夫でした。普通に楽しかった。お話し会ってさ、私的になんかずっと褒めてもらえる場所だから。あ、全然苦じゃないっていうか、ありがたい。ゆずきちゃん明日もトーク会、あ、行きたらいいけど明日私ダメ、いけないんだよ。明日は早起き頑張るんだ。お休みメール送り忘れてごめんね。あ、あれ、ファンクラブ更新しました。今日の動画ファンクラブ限定です。トリックアトリート。取れたてほやほやが、そう。地産地消の野菜と一緒。
意外と綺麗。そうアンケートほぼね全部3枚だったけど腕巻きが一番多かったです。こんばんは。おいたん、来い。あ、骸骨でした。ほらもう大丈夫、あの赤いチャンネルでしただけど、おわあたりだから。ニャーポッポかわいす。そう、ニャーポッポ動画載せました。忘れてごめん、泣けてみてくれたらな。歌ってほしいマジ、誰かお願いします。金本先生はずれで悲しい。おいしい、ガイちゃんにしてよ。ガイちゃんにして。こんばんは。隣の会場からお邪魔しました。あ、こちらこそ。また仲良く、私も仲良くしてほしいです。嬉しい。骸骨のあなたです。今日の12位はマジで申し訳ね。情報外れた。情報したんだ。結構初めましての方も多かったし、お久しぶり、なんか4年ぶり5年ぶりの方も多かったし。確かに入ってない。入ってなし、よかったです。声が聞き取れなくてみたいななかった。こんばんは。指に言われます。当日券登れるね。来い。押します。それ なんで当日券もあって、当日券あるなら来ようって思ってくださった。どうかな、赤みながらこちら見てね。ありがとう。ごめんね、みんなめっちゃ外れてる。ごめんねっていうのもおかしいけど、悔しい。今日 SK の時間中だった。そうなんです。ここのホテル居心地良かったな。ゆったり気に入りになりました。
誰が前投げそう。朝ウォーキングしてます。偉いね。こんばんは。そうか、確かにそうなんですよ。さっきもあったけど新曲が流れてなかったから新しい新曲の話がやっぽくなかったね。カップリングがまだ解禁されてないから。今日ドレスコードを設けてみて初めて水色だったんですけど体感3割水色着てくださった。でも多分あんま着てないけいいやって思って方もいる。こんばんは。お化けチワワンね、ありがとう。ペアの笑顔ほとかの自分の自分のマインドがってことありがとう。でも全然なんかこんばんは。アイテムは悩み方で当たりあんのかな。え、そんなコマンドみたいなことある。男性で水色って難しいらしい。この時期次ドレスコート決めといてはさ黄色なんじゃけどさもっと難しそうじゃない。水分が当日調達してきました。ありがとう。そうよ、もうちょっとでも完食だったらいけるうん今日の服装好きでしたか皆さん。ワンチャン投げる時刻かも。え、なにそれ、どういうことどういうことどういうこと。さっきのなんか時刻のどうのってやつ、どういうこと。でもこの職に泣けたら全員当たるとかじゃないよね。え、どういうこと。数学の公式があるの。かやくて最高です。ありがとうございます。赤が意外となんか目立つってみない。時刻で当たり外れを決める。黄色いつだったっけね。自分のショールームで言われるのなぜ前日にツイートしようかな。自分ポスト全部自前。秒単位ではなく千分の1秒単位。なるほど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 。それとか。ゆるふわかなこれなんかね。でもこれストレートでできたのすごくない。ストレートアイロンで。ピーってやったらできました。でも事件ちょっと左右。そこにはまるかっちどうかです。そうですよね。ハロウィン当日が出やすいのかな。あー、ありそう、そういうの。前日にポストで買いに行けば。確かにね。ドレスかわいいね。こんばんは。なんかね。トマトさん。あ
はじめワンピースのトリックありがとう。明日最低気温9度寒、今日も寒かった外、会場あったらだったけど。トマトさんありがとう。キャリンが買いに行くのですよって。そう、私もなんかハンカチ持っとくくらいのさ、ラフな感じで。今日寒かったよね。上着持ってなかった。あれ、私の上着あげたかった。ふくふくは半袖。いや、私はさ、お話し会中ぴょんぴょん飛んだり跳ねたりしてるから、意外と運動してるんであったかいですよ。めっちゃ暑かったよね、ちょっと前まで。お洋服を決めるけど、なんかね、ドレスコードが好きなんて傷が嫌だってなった。もったいないから絶対黄色着てこいみたいな感じじゃない。メロンパン、あー外れ。見たかったあたり。なんか今日いっぱいあったのにアウトレットチャンスが。どこだろうこれ、見れなかったね。メロンパンありがとう。クリア、ランキング読むか。骸骨ありがとう。大上がり来ないね。近いしお話し会ありがとう。お話し会では言わなかったけど ICA の調子そうだね、ひそかに見てました。そうなの、よかったんですよ。とってもいい感じです。ありがとう、来てくれて。そう、セブンありがとう。チワワ、今日のお話し会ありがとう。特別感があるのか。最後の時間はだいぶいろんなとこ見せてもらったけど楽しかったので、オッケーです。ありがとう。疲れるよね。目黒のコーチ、おかげさまで幸せな一日でした。また会いに行くね。私もいっぱい会いに来てくれてありがとうね。待ってます、また。癒し劇、今日も人生で一番福ちゃんの時間を楽しんできました。確かに。本当に楽しかった、ありがとう。また3月の幕張もたくさん買ってしまいそうだ。いっちゃいっちゃえ。どうせね、また並びたくなっちゃうよ。ありがとう。タカありがとう。かやむち先生、ふふふふふ、これさん、ゴロミちゃんを僕にください。ゴロミはあげません。にゃんすけがしっかりホールドしてますんで。せめて私をもらいに来い。貫通ありがとう。デッピーありがとう。まっちゃん2号ありがとう。みけちゃん、次の福岡はちょっと長い買い物に行きます。よろしくね。おそういうことキュン。よろしく、ありがとう。いっぱい悩もうね。一夜咲いたもの見た。ありがとう。それ見てます。言ってもらってびっくりした。はい、というわけで皆さん今日も一日ありがとうございました。でコウモリさんもたくさん、コウモリさんずっと飛んでたね。コウモリさんたくさんありがとうございました。そしておみくじの方も全然当たんなかったけど、期間中に当たり見れたらいいなと思ってます。ありがとうね、たくさん愛をいただきました。大分かりを。私が福田はって言ったらスターついていってください。ありがとう、クラマスターチーサンドの飯、あの時もいい神奈川県出身の福ちゃんことくだんがいでした。今日も一日ありがとうございました。お話から来てくださった全ての方に感謝。めっちゃ覚えてます。私はもう誰が来てくれたか。ありがとうございます。本当に疲れんかやすみみんじみです。また他の都市でも待っておりますので、
ぜひいらしてください。会えてよかったです。ありがとうね、みんなも頑張ったね。みんなもありがとうね。また明日ね。また明日。疲れんか、睡眠で。楽しかったです。